午前7時半ごろの小樽市内です。昨夜から断続的に雪が降り続き、市民は朝から雪かきに追われていました。いや本当に大変だ。年寄りだから本当こんなにすると思わなかったもんね。この間きれいにしてもらったんだよ、またこんなの。出勤前に車の雪かきをしていたこちらの人は、いやもうびっくりですね。もう嫌になってきますね。いやもう帰ってきてからも雪かきするとなると嫌ですね本当。道内でこれまでの12時間に降った雪の量は、午前11時までに札幌の小金湯で44センチ、小樽で31センチ、札幌では12センチとなりました。この雪で高速道路では、後志道の余市インターから小樽ジャンクション、札樽道の一部区間で吹雪のため通行止めとなっています。午後6時までに予想される12時間降雪量は、石狩や後志地方の多いところで40センチとなっていて、この後も大雪に警戒が必要です。